今、彼がナンパ橋だったという情報からい,いろんな批判がされています。でも、ネットや手ビで見聞きする彼と僕の知っている彼とは、まりにも違いすぎて、本当にこんな事件を起きすような奴ではなかったんです小田急無差。傷害事件の容疑者について、高校時代の同級 A さんは、とつとつとこう語り始めた。8月6日に小田急線、車両内で発生した。 無差別死傷事件、殺人未遂、逮捕された、津島祐介容疑者、36は走行中の電車で、男女10名を持ち込んだ牛刀で切りつけ、現場、ら逃走した。しかし数時間後の翌7日に、都内のウミニエンスストアに自首し、駆けつけた刑官に身柄を確保された。津島容疑者は鳥鳥に対し、動機について、6年前から、 幸せな女性をルト殺してやりたいと思っていたと語ってルるという。6年前は、津島容疑者が30歳だった年だの時に一体何があったのか。8年前の2013年8月、津島議者は自身のフェイスブックに同世代の女性たちと仲が良そうにしている自身の写真を投稿している。1、歯楽しげな表情で男女の友人と一緒に写すもの。 3年前というコメントが添えられてを、その記述をそのまま信じるならば27歳の時の間ということになる。もう一枚は、インジェノバ、イズマイフレンド,アンドメッチャ、タイプガールと、コメントとともに、外国人女性と肩を組む、死んだ。写真に写る津島容疑者は28歳頃にして、いささか幼く見える。こちらも過去の写真を、こうしたのかもしれない。 現在行われている取り、調べで、津島容疑者は、女性から馬鹿にされた、言があると供述していることから、今回の犯は、女性に対する恨みが引き金になったので、ないかと見られている。しかし、津島容疑者の、さ、をたどると、紹介したフェイスブックで笑顔を浮かべる写真、よう、ひもて男とは、正反対の人生が浮かび上がってくるのだ。